こんにちは、吉田さん。利益を上げないマトリックス会社ですね。いいですね。まあよくないんですけども、利益をね、追求してこその会社なんですけども、私もね、利益がすごい出るんですよ。うん、今ね、こうやって、何ですかね、これは軽減税率のご案内で届いてるんですけども、私も今でも法人3つやってるんですけども、そのたった一つの会社でもすごい利益が出てですね、うーん、この私暇なんですよね。 儲かって忙しいとか言ううんんだったらそうなんですよ忙しさと利益をこう天秤にかけてるような感じでよくないなと思うんですけど私だから主な収入源っていうのが利回りと配当なんで何もしないっていうかね一生懸命経費を使うために何、まあまあ、て言うんですかねか、まあ、わざわざ外食したりねわざわざ高級品買ったりってことしないんで。 だってずーっとこの暮らしですからね。ずーっと暇なんですよ。で、夜までやることがないんで、ずーっとね、YouTube 見てるとか、Amazon プライム見てるとか、お金使わないじゃないですか。Amazon プライムの年間経費って、だって5000円とかわかんないですけど、1万円もしないですよね。うーん、だからね、すごい豊かに時間を過ごさせてもらってるんですけども、もそれに、えー、対して、会社のね、成長が著しくって、追いつかないんですよ。私、あの、リなんですかね利,利益ヘッジが。うん だからね、慌てて車買ったりとかしましたけども、全然焼け石水ですね。よく考えてみたら、その私のベルファイアって、あの、2年間で経費勘定でローンを組,んで組むんですけど、毎月6万ぐらいしか支払いがなくて、保険も入れてもね、2万だから8万ですよ。で、ようよ10万なんですよ。で、そんなもんじゃ焼け石水で、月に10万ぐらいの経費じゃ。1日に5万円ぐらい何かで使わないといけないんですけども、わざわざお金を使うために何かするのも、まあ、しゃらくさいとバカバカしいんで、まあ、だったら何もせずに、 税金を払わないようにするためになんかこう経費を作るために忙しいのもね悔しいじゃないですかなんかわけわかんなくなっちゃうんですよだからまあどうせ私ね大したことしてないんで毎日毎日まあこれで、まあ、あの税金をぶんどられるんだったらまあいいかと別に何かしてるわけじゃないんでマージャン屋で働いてころとかねガードマンをしてた頃とか網戸をやってた頃を思い出したらあれだけ忙しくてそこそこの利益かっていうのと今は忙しさ全くなくって もっともっと利益が上がってるのってね考えたらうんもうい,いかみたいな感じですよね <laughs> で暇でもかるっていうんですかね自然売り上げが上がって私もビジネス全くしてなくて商品を積極的に売ることはないんですよただねやっぱり商品って売れるんですよね私の場合はまあご相談いただいた方に対して問題解決のための,あのコンテンツをあなたのためにあなた一人のために作りますという形なんですよねでそういう風なところで えー、特に私はね金額つけないんですけどもこれからじゃあ一緒にやっていきましょうねって売り上げを作るために私は毎日コンテンツ作って提供しますし作ってほしいコンテンツをその場で作りますみたいなことをしてるんですよねもう完全にビジネスのオーダーメイドですよねしかも私が作ったものを送るんじゃなくってあのー、もう何ですかねその方にまあコンサルって言ったらまたあれなんですけども何が必要かと聞き取ってじゃあこういうものから始めましょうとかねいうことで一個一個サイトを作って動画を作って えー、キャャプチャー画像を作ってもう楽しいですよねこれがね暇だからできるって言うやつ暇だから一人一人のだからね今ね100人希望があったら100通りの商品作ってますんで本当に一人しか使わないものです完全オーダーメイドですあのよくスーツってオーダーメイドがあって高いと思うんですよなんか30万とか50万するじゃないですかあれはその人一人の体格に合ったものを作るんですよね うん、でそんな感じですその人一人一人の生活環境とか空いた時間とか余剰資金に合った商品作りますよねこれがなかな,なかなか楽しいと、うん、でそれは別にひそれを引き換えにお金くださいっていことは言わないんですけどもお金に支払ってくれますね私金額つけないんですけどもあのもしこれで久保さんにただで申し訳ないんでっていう気持ちがあるんだったらまあ別に 支払いを止めることはしませんと。でも、払っていただかなくても別に要求はしませんよという、いつもの形なんですけども、ま,あ、まとまった金額をね、いつも支払っていきますよね。まあ、特に結果が出た後に払っていただけるんで、私としてもすごくやりやすいかなと。うん。まあ、月収をね、プラスで、今の状況で、なんとか5万円とか、コンスタントに取りたいんですけどね、という時には、じゃあ、プラス5万円取れるようなね、コンテンツと、 じゃあ最初の下地はどういうふうにに進めていけばい,いのかとか、かかととどどこに登録するべきかとかね、どういったものを運営するべきかということを最初に一緒に作っていってだん,だん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 フリーハンドになっていって毎月5万とかね少ない時は3万とか多い時は6万7万っていうのがこう取れるようになってきたらそのうちからじゃあ毎月1万円とか払わせていただけますとか、うん、コンサートに半年間5万円前後取れてきたんでちょっと20万円ぐらいお支払いさせてくださいみたいなことがあったりね。 すごくいいビジネスの形になったなと思います。まあ結局ビジネスになっちゃうんですね、これね。私はビジネスを仕掛けたりとか、LINE アッドに登録したらお得な情報流れますよとか、続きはこちらでみたいなね、クローズドーとかシークレットとか全くやってなくて全部こうね、オープンなんですよね。限定動画って本当にね、あのー、少ないんですよ。即解析の中では。で、求めたらその人のために作るっていうことをやってますよね。だからマンツーマンをなるべく増やしたいんですけども、ここで問題が起きてきます。ここまで私は、 あの今,今でこそね20人弱の方のマンツーマンを毎日やってるんですよ楽しく過ごさせてもらってますけどもついてこれないですねやっぱりマンツーマンをやってその人の空いた時間とかその人の環境とかその人のモチベーションとかに合わせてペース配分してお送りしたりとかね、えー、中にはこう今日は何もしなくていいんで元気出していきましょうみたいなので終わる日もあるんですよ負担かけちゃいけないんでねそれでもついてくるのが続かなかったりするんですよ 忙しくってでできませんししたとかね忙しいから私のところでやろうと決めたはずなのに忙しくてできないと私のビジネスはどんだけ忙しくないかってことが伝えにくいかなってとことですよ、ねうん、まあそんな感じでですね、あのー、毎日毎日本当にありがたい日々を過ごさせていただいている恩返しと思いまして一人一人のうん方をねお,お導きするって言ったら偉そうなんですけども。 なななんととかなるようなことを考えております本当にね、一人でも多くの方が、うん、自由な時間とね、そこそこの余剰資金を持てるような、そんな暮らしが作っていけないかなと、本当に私は考えてますね。うん、だからね、手間を省いて稼ごうなんて全く思わないですよね。でも、結果、手間がかからなくなっちゃうんですよ。金利とか利回りとか配当言ってますから。だから皆さんがねこれを リンマーレ・ハイトの世界に行けばいいのになと思っちゃいますよね。まあ会社は基本的に経費がだから私一年中旅してても本当にすごい旅費だけで1000万ぐらいするわけですよ年間で。旅費だけですよ。でも全然追いつかないぐらい利益出るんですよ。今度ねこれ公開しますよ。この売上と利益と税金ね。この一つ、まあ、会社一つぐらいでも公開しときますあの。お待ちくださいませ。では失礼します。